化学担当の坂本です。それでは、ハロゲンの最後のまとめとして、ハロゲンの単体塩素 Cl2 の実験室的製法について、ポイントをですね、主に2点ありますんで、まとめていきたいなと思います。ポイントの1点目としては、はい。濃塩酸と、それから、MnO2、酸化マンガン4を反応させるんですが、こちら、酸化剤、それから還元剤として働くっていうところですね。はい。この働きについて注目して確認していきたいと思います。それが1点目。で、もう2点目ですね。2点目は、塩素が発生してきた後に、この塩素の中には不純物が含まれます。ので、この不純物をできるだけ取り除いて、で、純度の高い塩素ですね。を取り出せるような取り出し方の補修の方法ですね。を含めて確認していきたいと思いますので、その2点に注目して聞いてみてください。はい。では、どういうことかというと、はい。塩素はですね、実験室で作る方法として、有名なのが、酸化マンガン4、濃塩酸。これを加えて加熱をするということですね。はい。実験の具体的な装置としては、はい。濃塩酸を上から加えていって、その中に、酸化マンガン4を入れて、で、加熱する、バーナーで加熱しているという格好ですね。はい。で、ここで、まずは、ポイントの一つ目ですね。よく、聞かれてくる、ポイントが、注目事項があって、酸化剤として、酸化マンガン4が使われて、それから、濃塩酸、が還元剤として、濃塩酸中の塩化物イオンが還元剤として使われるということですね。これを意識して、まずは覚えて、そして化学反応式を連立して組み立てられるようになるといいね、というところですね。これを確認していきたいと思います。はい。じゃあ実際に、酸化マンガン4、MnO2 ですね。MnO2 は、ちょっと話それますけど、過酸化水素に対して、触媒として働いて酸素を発生させるっていう働きがあると思うんですね。で、その働きでは、MnO2 は、やっぱ、さっき言った通り、触媒として使われます。ただ、この濃塩酸を使った反応では、酸化剤として使われるということで、そこをやっぱり区別して問われてくることが多いので、確認しておきましょうね。はい。じゃあ実際の反応式はどのようになるのかっていうところをですね、ちょっと確認をしていきたいなと思います。はい。では、反応式ですね、酸化剤、それから還元剤の反応式をそれぞれ確認していきたいなと思います。まずは、オキシサイザー、酸化剤として反応する MnO2。これは、変化先ですね。変化先は MN2 プラスになります。変化先を意識して、反応式書けるようになるといいですね。ではちょっと書いてみます。はい。ではこのような格好になります。MnO2 から、MN2 プラスへ変化。はい。そして、酸素の数だけ水を書いて、H の数だけ H プラスを書いて、両辺の電荷調整で E マイナス。そして還元剤ですね。還元剤は塩化水素から電離して生じた Cl- 塩化物イオンが還元剤となります。この還元剤ですね、として働く、塩化物イオン、塩素原子自体は非常に酸化力が強いので、簡単に電子を離してくれません。だから、加熱をするっていうことで、加熱することには、起こりにくいような反応を起こす。ようにするっていう意味も含まれていたりするので、加熱するということも忘れないようにしておいてくださいね。では、まとめていきたいなと思います。はい。では、還元剤の反応式ですね。こちら書きました。はい。書いたら、はい、酸化剤と還元剤の反応式を連立して、反応式を完成させるというところですね。では、連立した状態を、書いてみたいなと思います。はい。こんな感じになりますね。はい。では、あとは、このイオンですね、を、はい、足りないイオンを補っていって、で、化合物ですね、化学反応式を完成させちゃいましょう。左辺の物質に注目すると、H プラスとこの Cl-、こちらを見ると、濃塩酸から生じた H プラスや Cl- が想像できますかね。で、その、想像から、まあ、予想から、H プラスの数が 2H プラス分ですね、2個分多くなっているので、塩化物イオンを足してあげて、で、反応式を完成させるといった考え方で、完成させていきましょう。はい、このような格好になりますね。塩化物イオンが2つ足りないので、両辺に Cl- を2つ補ってあげて、そして、足していくと、MnO2 と 4HCl。そして、右辺ですね。これは円を作る、陽イオンと陰イオンを適当に合わせていけばいいので、Mn2 プラスに加えた Cl-2 つ部分ですね。を、はい、くっつけてあげて、MnCl2。2HO と Cl2 という、化学反応式がこれで完成するといったような状態になります。うん。で、ポイントの一つ目ですね。ちょっと長くなりましたが、酸化剤として働くもの。うん、MnO2 から、還元剤として働くもの、物質ですね。が Cl-。はい。ということで、この、酸化剤、還元剤を意識した上で、化学反応式が書けるようになるといいですね。はい。ではですね、また続いて、この反応によって、Cl2 が発生したら、はい、この Cl2 がね、発生したら、不純物を含むっていうね、話をね、先ほどしましたんで、この不純物をなるべく取り除くために、水とあと濃硫酸を使って、はい、その不純物を取り除くという操作をします。はい。そちらについて知識をですね、まとめていきたいなと思います。はい、じゃあまとめていきたいなと思います。はい。まずはですね、この濃塩酸、それから酸化マンガン4ですね。はい、加熱をしていくと、先ほど、化学反応式にあった通り、Cl2、塩素が発生する。はい。怖いですね。ただ、濃塩酸というのは、やっぱり、水溶液、濃い塩酸ではあるけれども、水も含む水溶液なので、加熱をするとやっぱり水蒸気がどんどん出てきますよね。だから、H2O もその Cl2 に混ざって出てきます。はい。それから水蒸気の他に、実は、この濃塩酸中に含まれる溶質の HCl という物質。はい。これはこう気体になりやすい性質みたいなもので、これ揮発性というのがあります。はい。ので、加熱をすると HCl がこの水溶液中に溶け出しているんですが、加熱をすることによって、こう、気体とになりやすくて、出ていく。うん。はい。気体の HCl としても出ていきやすいという性質があります。ので、塩素を、発生させたと同時に、水蒸気と、それから揮発性のある HCl が、同時にこう、含まれてしまう。で、結構ごちゃ混ぜの、こう、はい。気体になってしまうので、ここから、H2O とあと HCl を取り除きたいというところですね。こういった考え方から、はい、取り除くために使う試薬が、はい、水とあと濃硫酸ですね。はい。これはまずは、水に、入れることによって、水に溶けやすい極性分子の HCl が、この水に溶け込んでいって、回収されます。はい、取り除かれます。そして、HCl が取り除かれると、Cl2 と H2O。のみ、が多く含まれる気体になるので、これから H2 を取り除きたい。これはですね、硫酸のところでまとめます。イオンのところでまとめますけども、濃硫酸、この後通すと濃硫酸は吸湿性、水分を吸収する乾燥剤としてのその性質を持つので、水 H2 をここで吸収して取り除いて、で最後、不純物が結構取り除かれた状態の Cl2。はい。として、はい。回収することができます。で、この Cl2 はですね、ちょっと、水に溶けるという性質もあるので、ほとんど溶けませんけど、少し水に、溶けてしまうという性質もあるので、水蒸置換では集めずに、上方置換か、あとは下方置換かというと下方置換ですかね。うん。空気よりも重い、密度が、大きい物質なので、分子量が大きい物質なので、下方置換によってこう集める。はい、といった形で、発生した塩素を、工夫して不純物を取り除いて集めるというところもですね、ここを、一つの流れとして覚えておいてほしいなと思います。じゃあ最後にまとめると、Cl2、補修するにはですね、まず不純物 H2O と HCl が、はい、取り除かれなければいけないということで、はい、最初に使う液体、これ、水ですね、は、はい。水に溶けやすい HCl ですね。これを取り除く。そして次。最後に使う液体ですね。はい。液体。まあ、この、はい。から液体ですね。はい。この液体は、この濃硫酸。で、これで救出作用に、水を集めるというところですね。はい。まあ、最初に、後に、と。はい、いうことで、はい、この順番ですね。を守って、はい、気体を回収する、CL2 を回収するというところですね。と覚えておきましょう。で、最後に、この、まあ、水とそれから濃硫酸を逆にしてしまうと、まあ、どうなるのかっていうところですけど、まあ、皆さん想像つきますかね。これ逆にしてしまったら、まあ、いいの悪いのっていうと、結果は悪いですよね。悪くて、で、その理由についても、説明できるようになるといいかなと思います。まあ、どういうことかというと、最後にこう水に、する。そして、最初に濃硫酸ですね。はい。まずは濃硫酸に気体を通すと、はい。水が回収できるので、CL2 と HCl が残ったという状態になります。はい。で、この CL2 と HCl。はい。水に通すと、HCl がここで回収できる、ように見えますが、はい、回収しますが、後に来た。はい、この CL2 と、だから、水に通すと、蒸発してきたその水分、やっぱり水蒸気として、はい、この CL2 にやっぱり混ざった状態になってしまうので、最後に水に通すと、蒸発してきた水分も含めて、水蒸気がまた含まれてしまうという状態になっちゃいます。そうすると、最初にこう濃硫酸で水蒸気を回収した意味が、ちょっとなくなってしまうように見えますよね。だから、逆にしてはいけないということで、この濃硫酸先、それから水を後にするのはいけないよということで、気をつけて覚えておいてほしいなと思います。まあ、覚え方としては、まあ、解釈の問題ですけども、手を洗う順番っていうふうに覚えていくといいかなと思います。まあ、そうですね、ボディーソープじゃないですけど、石鹸つけて手を洗って、で、まあ、水で流しますよね。洗い流して、そして濃硫酸が、水分をこう吸収する。乾燥剤としての性質がありますから、最後、こう、タオルで拭いて、で、乾燥させるっていうようなイメージですね。先に水が来て、それから、まあ、濃硫酸。逆にしてはいけない理由についても合わせて、はい、押さえておけるといいかなと思います。はい。他にも、授業動画をアップロードしているので、他の分野、それから、授業動画を見て、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。ぜひ学力向上に向けてみんなと一緒に頑張っていきたいなと思っておりますので、頑張って動画を見てください。